はい、今緊急で動画を回しております。こんかみです。カミカミ実況チャンネルのタックと申します。クイズ正解は1年後の録画を見終えたんですが、アツシの名探偵というゲームが出てましたのでやってみます。ハッピーミール TBS。 はい、いやまさかねいやなんかファミコンのね、ゲームの話が出てた時に、うわいいなやってみたいなと思って、でも絶対クリアできないだろうなと思ってたんですけれども、なんとスイッチで出たということなのでやっていきたいなと思います。ちょっとね、年末年始このタイミングでちょっと緊急で今撮影して、この後ね夕方に出そうと思いますのでよろしくお願いします。このゲームはフィクションであり、実在の人物、団体名、地名だとは一切関係ありません。多分関係しそうな気がする。もう私はですね、レコード大賞から必ずいつもその後まで、クイズ正解1年後見てることが多いんですけどね。クイズ正解は1年後、あつしの名探偵。もう完全に実在する場所出てきた。とある日の TBS スタジオ。RG さん、最後の弟子だと名乗るやつ現れがち。あじゃがじゃん。さあ正解は1年後です。皆さんお楽しみに。もうこのね番組を楽しみに、まあ、1年過ごしてると言っても過言じゃない。このね芸人たちのやつが面白いのでねマスパン、はい、オッケーでーす。お、撮影終わったんだ。うん、これは数年後にやっても面白そう。井口さん、ウエストランドの井口さんだ。井口さんの顔すごいしっかりしてる。あららららら、なんだ、早く行って行って、失礼します。なんかもう早速なんか名探偵で何か起こりそうですね。なんだかんだで緊張してたのかなね。マスパンですかね。あつしさんお疲れ様でした。今年もウエストランドの2人をはじめ新メンバーも加わって楽しい感じになりそうですね。おーだねあ、マスパン、マスパン、マスダーナもこれで行く感じ。お、りょうさん楽屋戻るんだ。んなんか嫌な予感する。うん、お疲れおじゃ、なんか怪しいぞ。数分後、スタジオの裏。うわあ、なんか起きた。マスダーナに何かが。うわあ、大変だ。誰か倒れてる。RG さんが。まだ死んでるとは確定しちゃダメだ。すいません、今救急車呼びました。マジでこれ大変じゃん。大変なことになりましたね。うへへ、あつしさんこの企画めんどくさそうなんでもう戻りますわ有吉さんっぽいな。ちなみに俺何も聞いてませんよ。うへうへ、うん、なんか有吉さんも怪しいぞ。そして小木さん、あつしさん迫真、ま、モノマネできないな。あつしさん迫真の演技だね。じゃあ俺も先に戻りますわ。お先あつしさん、あ、小木さんちょっと事情を聞くためここにいる皆さんに残ってもらった方が、そうだね。マスパン、ん、マスパン企画、いつぞやのマスパンが試験の操作をしていく体の番組のコーナー的な。お、私そんなの聞いてません。あ、あつしさんこそ私たちを騙しているんじゃないですか。あつし、ないないない
ってことはこれガチなの？ハロニーさん、ガチもガチですわ。モノマネはね、私ね苦手なんでね、ちょっとね普通にやりますけど。うわやばいね、救急車と警察もだね。なんかが起きるぞ。まさか収録直後にこんなことが起こるなんて、一体誰が、そしてどうしてレーザーラモン RG を。だがこれも何かの運命、この俺が事件を解決する。アトシさん頑張れー。正解は1年後、 MC の名にかけて。あ、え、うん、え、なに。さて早速収録現場にいた出演者たちに聞き込みだな。もう今さっきね録画見終えたばっかですけれどもね。しかし止めたのに多くの者たちが楽屋に戻ってしまったようだ。全くもう、とりあえずまずはまたまだここに残っている者に呼んで話を聞いてみるか。移動する、話す、調べる、呼ぶ、いじる、いじる、いいね、面白いね。持ち物、スマホ、まあ調べる、周辺、調べたいところをカーソル合わせて決定ボタンで調べてください。キャンセルボタンで調べるのやめます。はい、どこ調べようかな。じゃあ、話す、あーそっか、じゃあやっぱり呼ぶか。こういうゴシップ系はまず鬼越さんに、鬼越トマホークに来てもらおう。あつしさん何でしょう。すいません、あついさん、実験のことは何もわかりません。ゴシップ好きな、割とゴシップ好きな鬼越さんでもダメ？あ、金ちゃんお疲れ。俺もわかりませんね、すいません。わかんないの？次呼ぶとしたら、まあ、原西さんがちょっと怪しかったよね。さあ、原西さん、調べます。死体と見るなり RG が死んでるって言ってましたが、よくわかりましたね。あ、まあそれはあれや、あれ、あんな風に倒れてたらどう考えても死んでるやろ。そういうもんです。そうそうそう、そういうもんや。もうだから焦ってるんだよね。うん、知らんの一点張りか。次誰呼ぼうかな。まああんまり怪しくないけど、あつしさんこれ違いますわみたいな感じのこと、違いますやみたいなこと言いそうな南川さんを呼んでみますか。あつしさん何でしょう。スタジオの裏にしたい、そらやばいっすね。誰か死んだんすか、今回の放送でされますかね。あ、ちょっと違うこと気にしてよ。あら、そうだよ、確かに違うこと。あ、なんか待って、マスずれてない、あれ、あ違う、うーん、まあいいや。ないのか。南川さんの頭な、何もないか。まあちょっと移動するか。とりあえず全員の話を聞いて情報を得ないと。あ、なるほどね。じゃあ増田アナにも聞きたいけど、一旦ゆうちゃみ行ってみようか。なんすかってすごい。事件のこと見に行っちゃダメ、見に行っちゃダメ。なんかゆうちゃみさんは興味津々ですね。
いじる。あー、ダメだね。じゃあ後藤さん行ってみよう。なんですの。顔がすごいリアル。こんなのせこんなってドッキリちゃうの。すいません、俺次がね、先に上がらせていただきます。ではあらららら、ちょっといじるか。あ、後藤さんが逃げた。嘘。ちょっと待って、呼ぶ。みんな鬼越呼んでいじるか。おい、何こんな時警戒してんだよ。二人ともやめろよ。うるせえな。政治で炎上してんのはお前と香港だけだぞ。かわいそう。本当は思ってないと思うんですけど、何でもかんでも反論する癖があるんで。承認欲求が強すぎるのかなって。すいません、呼ぶ。まだ呼んでない人誰だ。マスパン行くか。はい、何でしょう。マスパン、これさ、いつぞやの殺人事件企画の第2弾。違います、違います。私は知りません。いや、知ってそう。あ、マスパンが、アツジさん、ちょっと思い出したことがあります。アツジさんが2023年のあるあるを歌った直後、誰かに呼ばれたような感じがしでした。お、誰かに呼ばれた。それって誰だ、どんな人だ、覚えてる。すいません、誰かは分かりません。おー、なるほどね。じゃあ移動するか。スタジオ裏にちょっと行ってみよう。さて、警察が来るまでにちょっと確認をしておこう。仰向けに手を大きく開いて倒れている。外傷による出血の跡などは見られない。なんとなく殺人事件という夢が漂っているが、脳梗塞や心筋発作などが死因なのか。おー、カメラなんか残ってない。ああ、異常はないのね。これは、あ、収録で使う確認用のモニターがいくつも置いてある。特におかしなところはないのか。もう一個のカメラは、こういうの細かいの全部見た方がいいからね。うん、あ、おかしいとこない。手前のじゃあコードとかでなんかやってない。あたりに凶器のようなものは見当たらない。特におかしなところはなさそうだ。おー、右端はほら、いろいろな機械、機材が入った箱だ。中身はよくわからない。まさにブラックボックス。特におかしなとこないのか。ちょっとここに呼び出していいですか。あー、ダメか。もうちょっと見逃してるものないかな。手前のは、うん、ないね。もうないなら、じゃあ移動するか、スタジオへ。スマホ連絡、検索連絡、検索？探偵の夫、MC の意地。何これ？ないのか。移動する。楽屋行きたいんだけど行けないのかな。うん、スタジオの楽屋だもんね。どうやって行くんだろう。死体をいじるのは怖いけど、でもなんかヒントがあるかもしれない。機材いじってみようか。勝手にいじるのはまずいか。うんうん、そうだね。ちょっともう一回スタジオ戻ろう。呼ぶよ。
後藤戻ってこい。あ、いないか。マスパン。これもさっきやりましたね。まあ年末の生放送は青いセットだが、今日は年始の予想パートの収録なのでセットは赤い。特に異常はない。うん、まあまあまあ、これも一緒か。床とかは？あと RG さんがあるある歌ってた真ん中のエリアとかどうだろう。真ん中っていうかここら辺。特に異常はない。困ったね。ダメか。原西さんもう一回来てもらおうか。うん、わかんないのか。でも話せること増えたね。じゃあ南川さんにも来てもらって、RG さんのこと、はいはい、その事実が、うん、すいません、ちょっとわかんないか。でも RG さんがなんで、本当ですよね。じゃあゆうちゃみさん行こう。なんすかが面白すぎるRG さんのこと。あららら、かわいそう。RG さんのこともっと見てあげてほしい。今回もすごかったからね。目があれになってた。よし。鬼声呼ぼうか。ないのか、関係ないのか。これ以上進めないよね。でも今だいたい20分ぐらい撮影をしてるのかなとは思うんですけれども、面白いゲームだと思うので、もう気になった方ちょっと1000円なんで今買ってみてください。概要欄に番組の URL とゲームの URL 貼っておりますので、もしよければちょっとね、もう気になる方はもう買っちゃって見てみましょう。もう一回ちょっとやっぱスタジオ戻って、まだ話してない人いないかな。もう全員話したよね。有吉さんとかどこ行っちゃったんだろう。そこまで出てきてほしいんだけど。やめとくか。そう、確かに香港さんのやついじられてたからね。んー、ダメか。南川さんにも事件のやつもう一回。んー、ダメか。おお、うん、なるほどね。これ以上はなんかどうすればいいかわからないけれども、あ、南川さんいじってみるか。あららら、ダメか。ゆうちゃみさんももう一回いじってみようか。ダメか。鬼声をいじる。またこれ言われてる。すいません、本当は持ってないと思うんですけど。なるほどね。という感じで、
旦冒頭部分すいません、私もちょっとこの後が結構迫っちゃってるので本当に緊急での動画の撮影になっちゃったのと、まあ動画の時間も20分ぐらいの方がまあ導入にはいいのかなと思うので、この続きが気になる方、ぜひゲーム購入してやってみてください。そして1月になってからこれをね、ちょっと お正月明けぐらいに私ももう一回改めてこれを実況できたらなとは思っております。はい、ということで見てくれてありがとうございました。ではもしよければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてね、年末まさかのね、昨日配信やって年内ありがとうございました、良いお年をって言ったんですけど、改めまして良いお年をお過ごしください。ではありがとうございました。バイバーイ。